こんにちは、ララです。私は今まで生きてきた人生の中でどん底というものを何度か味わいました。でも今思うとそれが人生の転機、ターニングポイントとなりました。どん底があったからこそ今の幸せがあります。今回はどうして人生にどん底が来るのか、来ない人もいますけど、それと私をどん底から救った一冊の本、そしてどん底から V 字復活したお話、これらを私の体験を織り交ぜながらお話しします。人生の転機にはどん底という強烈な前兆サインがあります。はい、でもどん底は来ない方がいいです。でも来た方がいいんです。でどっちやねんって。でもどっちもです。成長するためにはどん底とまではいかなくても、人生の中で逆境とか困難とかちょっと大きな問題、そういうものはあった方がいいんです。そんなものない方がいいに決まってるじゃないって、そう思いますよね。じゃあどうしてあった方がいいのかというと、それらのおかげでさらに私たちは成長できるからです。多くの成功している著名人の方たちも逆境とか大問題を経験しています。どん底は自分が成長するためにやってくる、そうです。どん底は自分の成長のためにやってきます。でもそれらの真っ最中にいるときは気がつかないことがたくさんあります。引き寄せの法則的に言うと、自分が成長するためにあえて自分がそういう辛い状況を呼び込んでいるということになります。でもやっぱりその時はもう必死で這い上がりたいので何も見えません。どうしてこうなんだろうとか、いつになったら楽になるのかなとか、この人生は苦労で終わりだとしか、もうその時はもう頭の中がぐるぐる回って、そんな状況かもしれません。今まさにそのどん底にどっぷりいるんですけどっていう人いると思います。成長できるなんてそんなのんきな見方できるほど余裕がありませんとか、これからどうしようかって本当に死ぬほど本当に死ぬほど悩んでるのにもうって、そういう人もいると思います。でも気を悪くしないで聞いてください。大丈夫です。大丈夫なんです。なぜなら今の状況はあなたが幸せになるためにあえて自分で呼び込んだものだからです。乗り越えられないはずがないです。そのことはある本が教えてくれました。私がその本と出会ったのは2回目の崖っぷち、どん底が来た時です。何か浮上する手がかりはないのかと、いつものように困った時行く本屋さんのビジネス書のコーナー、自己啓発コーナーに行きました。そしてある本に出会って、今ある逆境は自分が自分に出している宿題ですって書いてありました。その時にもう辛かった気持ちがスーッと引いていくのが分かりました。そうだったのかって感じです。今の辛い出来事は自分が自分に出している宿題？それは何のために？そっか、自分が成長してより幸せになるためにだったんだって。だから私ならこれぐらい簡単にクリアできるっていう程度の課題しか自分では出さないとか、そん
クリアできる問題しか出てこないんです、目の前には。そうだったらできるわって、私は自分に甘いから優しい問題しか出さないもんって、こんなの楽勝っていう風に開き直ることができました。そしてそう開き直ったことで、鉛のように覆いかぶさってた重い思考が軽くなって、多分いい波動とかいいエネルギーが出てきたんだと思います。すっきりしきり直せる気分になった途端に、ピンチを乗り切ってチャンスになるアイデアがどんどん出始めました。そんな風に意識が変わって行動できたので、本当に深刻だった事態が嘘のように好転して、どん底を迎える前よりもぐぐっと上昇して幸せな状況になってきました、はい、具体的にはどんな状況だったかというと、私は経営していた会社の業績が悪化して、もうニッチもサッチもいかない状態で、その上に信用してた人がお金をどんどんこう使い込んでたので、もう心底人間不信、それともう自分の見極めの悪さのもう自信喪失状態でした。もうその時の心境を表すと、もう見上げるほど黒く大きく重たい重厚な鉄の扉がズドーンってもう目の前に立ちはだかっているっていう感じ。そのもう大きな扉はもう暗い荒野に、もういつまでも大きな影を落として、そんな大きな鉄の扉から私はもうどうすることも、目の前にねそれが立ちはだかってるので、どうすることもできないでただ見上げるだけ、そういうイメージずっとありました。でもじっとしてても仕方がないので、無駄とは知りながらいろいろ動いたりしてました。もう金策に走ったりね。でそんな時に本屋さんに立ち寄って、先ほどの本と出会いました。その本っていうのが飯田文彦さんの生きがいの創造っていう本でした。でその本を買って、もう夢中で読み進むうちに、目からポロポロ鱗が落ちました。本当にその時はね、そうだったのかってこと、今のは苦労じゃなくて本当にもうなんていうの、ああ苦労じゃないんだって、自分で自分に出した宿題だったのか。でその時に本当にもう逆に感謝できました。この苦労は幸せを呼び込んでくれるんだって、ありがとう逆境最高どん底って、それぐらいなんかすごく状況は何も変わってなくても気持ちが本当に明るくなりました。そして気分が切り替わったら、不思議なことがどんどん起こってきました。考えも変わりました。どん底から抜け出そうと一生懸命になって、目の前の問題だけを何とかしようとしてたんですけど、結局この嫌なドヨーンとしたもう暗い雰囲気のどん底を抜ければいいから、そういうものをなくすにはその嫌なところが抜け出ればいいんだって、ちょっと分かりにくいそう、なので当面の問題の視点よりも違う方向で、そう回復することに力を尽くすことをすっぱりやめたんです。そして新しいことを始めようってひらめいたんです。そうやりたいことをやって幸せ感を感じたらうまくいく、なんとかしようとするから辛くて切ない状況が続いている、
努力を続けても全然楽しくないなっていう感情が出てきました。なので執着を手放して新しいやりたかったことを始めようって思って行動をし始めました。するとどんどんいい情報が集まってきて、私は無事方向転換することに成功して、楽しい日が本当にやってきたんです。その新しいということは飲食店を開店することでした。なので本を読んでから1年もしないうちにお店はできてしまいました。もともと美味しいお店や素敵なお店に行って飲んだり食べたりすることが大好きでした。でも自分ではやろうとは思ってなかったんです。もちろんできるとも思ってません。飲食店にずっとお勤めとかしてたこともないし、経験もないし、そのどん底が来なかったら私は一生お店やってみたいなという憧れで終わってたと思います。もちろん飲食店の開店には相当の資金が必要で、経営がうまくいってるわけではないので、数千万のお金なんて右から左とは出てきません。でも楽しいことに必死になって動き始めたら、いい情報が集まってきて、どんどん環境とか変わってきて、不思議なことに銀行からの融資が OK になって、お店は無事開店で、おかげさまでそのお店も繁盛して、その時に借り入れた融資ももうすべて返済完了しました。このような体験があるので、私は自信を持って言えます。もしもあなたが今どん底でとても辛い状況にいたとしても、でもそれは大丈夫、絶対に抜け出せるものですから安心してください。それを聞いてもやっぱりね、そんな風には考えられないって思いますよね。私も実際その当時はそう思ってました。でも必ず1年後はきっとこう言ってます。あの時大変だったな、でも良くなることを信じて諦めないでいたから今こうなってるんだな、未来の自分が今の自分に言ってると思います。今辛いよね、本当にありがとう、そのおかげで今の自分は幸せなんですって未来の自分は言ってますよ。私のこんな体験が少しでもね、何かのヒントとかきっかけになってもらえたら嬉しいです。だからといってわざと逆境やどん底になるような、そんなことはしないでくださいね。だからどん底とか逆境とか辛いことが今あっても全然大丈夫なんです。乗り越えた時は今よりもさらに幸せになってます、間違いない。はい、じゃあ恒例のってまだ2回目ですけど、最近見つけた幸せなこと、昨日ピノを食べたんですけどハート型が入ってました。皆さんも自分の身近にある幸せ見つけてみてくださいね。はい、今日も明日もハッピーでいきましょう。最後までお付き合いいただきありがとうございました。またね。